お仕事の方いるか。そりゃそうやんな。まだ6時やもんね。そろそろ終わるとかそれぐらいだよね。なんか今日も一日いろいろお仕事あったんですけど、いろいろでもないけどいろいろないけど、お仕事あったけどお家やったんで、まだ一回も外出てないよ。晴れてんのかな。ひかるさん、だるまさんありがとう。ハートもありがとう。何か告知っていうものはないけど、渋谷レックスがの対バンが決まりました。イエー。もうこの前大塚とでライブがあったんですけど、それぐらいに発表されちゃってバタバタになっちゃったんですけど、大塚が終わっての渋谷レックスでの対バンライブが決まりました。なんかさ、渋谷レックスってからさ、いろいろありがとね。私がアイドル辞めてワンマンライブを初めてやった場所でもあるので、すごい嬉しい。インテリさんもヤクザって感じになってる。こんばんは。電波悪い？大丈夫かな。エアグリーさん、フォローしました、ありがとうございます。そう、まあ、それまでにまだライブはあるんですけれども、ボングさんも可愛いのありがとう。いや、まずね、だって福井のライブが終わってから配信してないかな。なので福井の対バンワンマンと大塚と、皆さんありがとうございました。楽しい日を毎度毎度過ごさせていただきまして、髪の毛伸びました。そう、ヘインさんフォローしました、ありがとうございます。さん頑張って、ありがとう。ファンクラブ配信もやろうと思う。30とか一番最後らへんかな、とかに思ってるんですけど、まず福井はね、なんか対バン始め福井でライブできるっていうのは本当に幸せなことで、でなんかなんやろ、ワンマンは初めてやらせていただいたんですけど、福井でめちゃめちゃ幸せだったな。すっごい楽しくって、なんかワンマンの方では配信もなかったので、その場にいる来てくださった方しか見れないあのお父さんとのセッションやったりとか、あとは新曲披露やったりとかしまして、若井さんめちゃ可愛いのありがとうございます。ありがとう。こんばんは。はやちゃんバラありがとう。ね、来れない方もねいらっしゃったと思うんで、今後も新曲とかは披露していくのでね、バラありがとう。毎度で、大塚が終わって25日は
25日は昨日か、昨日はオンライントークがありましたね。カジさん結婚してありがとう、ありがとうございます。ありがとね、そうお疲れ様、ありがとうございました。楽しかった。真っ赤なワンピースを着たんです。真っ赤っかの。シュー豆腐食べてないの、怖くて食べれなくてさ、食べようと思ったんだけど、なので机のとこに飾ってあります。じゅんべいさん結婚してのありがとう、ありがとう、お疲れもありがとう。あがりさん、レインボースターありがとうございます。どこを探しても良すぎて、お、嬉しい。アーカイブもまだ見れるので、もしよかったら見てください。カバー曲やったりとかオリジナルソングやらせていただいて、でそのね、どこを探してもはいつもはなんかワンハーフというか1番だけみたいな感じなんですよ。2番を最初作ったんですけど、めちゃめちゃ長い時間になっちゃって、だから半分にしてひっつけていつも歌ってるんですけど、2番をちょっと変えて歌詞をつけて披露しました。お、嬉しい。じゅんべいさん、レインボースターありがとう。今日の服ね、ここだけしか今見えてないけどね、見て、これファンの方にもらったさ、恐竜さんなの。可愛くない？でもちょっとまだ早かったのか、暑い。さっき着替えたら気温が分かってなくてさ、今日暑いの？そうなの？もう寒いものかと思ってさ。ボンガさん買いのありがとう。なんかもうさ、クーラーつけていいのか悪いのか分かんなくてさ、とりあえずクーラーつけて寝てるんだけど、そしたら昨日朝起きたら鼻水やばくって、気をつけないとね。本当にね、恐竜博物館まだあるよ。お疲れ良すぎてモンブラン差し入れしちゃった。お、ありがとうございます。食べました、モンブランめちゃめちゃ美味しかったんだけど。終わった後みんなでね、まあお疲れ様でしたかみたいな、ウェルカムバックでちょっとみんなでおしゃべりして、今後なんかまたやりたいですっていう話になって、いろいろお話ししたんですけど、その時に食べました。プレゼント直接渡しに行くのはあれですか？ぜひぜひ。コラボドリンク美味しかった。お、美味しかった。ベースのヒロトさんのレナでかっこよかったね。ベースかっこいいよね。なんかなんだろう、そのなんだろう、ベースってやっぱかっこいいなって、やりたいなと思っちゃった。髪伸びたよね、こういうの多分。髪伸びてない？最近なんか外巻きばっかしてるんだけどさ、外ま、なんか
しかったな。もう一回繰り返したかった、すっごく。ね、楽しかった。最近また改めてさ、お部屋をさ、置き場所とかをいろいろ変えて、いろいろなんか住みやすい家にしようと思ってさ、過ごしやすい家に頑張って変えてってます。沖縄のチャリティーウォーク、街を歩きます、みんなと一緒に。はじめまして、はじめましてじゃないでしょ。次は29日がライブなので、皆さん一緒に楽しみましょう。配信もあるので、もしよかったら見てください。はじめましてって言ってくださる方がさ、はじめましてじゃないき、ないのよね。朝起きられる。目が起きた目してる？嘘。でも今日はいつもよりちょっと長めに寝た。はいだ。台湾でライブしたいよ。なんか海外行きたいんだよね。香港もそうやしさ、台湾もそうやしさ。なんかモングさん、かわいいね、ありがとうございます。じゃあ、はい、こんばんは。いろんなとこ行きたいし、県外もね、いろんなとこ行きたいとこあるから。フットムーンさんがフォローしました。ありがとうございます。ありがとう。県外予定はね、一応あるのはある。ちょっと先やから、あれなんですけど。はっくん、本当ありがとうございます。ありがとう。仕事戻ります。仕事頑張ってね。頑張ってください。ちょっとさ、最近もやることが多すぎてバタバタしてるんですけれども、頑張りたいと思いますよ。なんか今年はたくさんとりあえずライブして、新しいことに挑戦っていうのは毎年の目標っていうのをね、去年今年入ってから皆さんに伝えたからさ、ありがたいことにね、今のところいいノリに乗ってるから、今決まって皆さんにお伝えできてないものたちも結構何個かあるので、頑張ります。音楽関係もそうやし、それ以外の音もあるので
ちょっち待っててください。なんかショールームでやるとさ、これなメイク薄く見えるよね。なことない。YouTube とか撮影してる。また今月の月末ぐらいに一本上がります。福井の YouTube がね、結構ねダメダメで、多分ボツになっちゃう気がする。若井さんレインボースターありがとう。そうなんですよ。リングライトを撮影の時とかは使ってるけど、配信では使ってないです。ないでしょみたいになっちゃった。あ、からさ、携帯新しく変えてさ、今までずっと10やったんですよ。10なんとかだったんですけど、やっと変えまして、4になりました。14。はやちゃん、かわいいのありがとう。ありがとうございます。スペースゴーさん、あれありがとう。プロじゃないけど、なんかどっちにしようか思ったんですけど、そう、なんかカメラのとこで反射しそう。なんかね、カバーもこんな感じ。あ、待って、事故った。大丈夫だった？ループしてる？だってループしてた？何？ループって。嘘でしょ。なんか携帯おかしくなったんだけど。よくな、もともとの携帯でさ配信してるからかな。ごめんね、スタッフさん、ここのやつ映ったね。ごめんちょ。このやつとか映ってそう。そのタイミングで。お菓子タイム。音気づいた。お母さんからね、さつきガセでもらったの。さつきガセが。たけちゃん、モンブランありがとう。新潟のタイミングでこんばんは。アップルウォッチは買わないね。携帯のカバーはピンク。ピンクにしました。可愛くない？しかもね、なんとね、首に引っ掛けられるっていう。で、iPhone のやつは赤色にしました。14の。
14プラのダークパープルいいね。もうさ10からさ14だけでも結構さ機能がさ上に上がりすぎて、でカメラ機能がすごすぎてさ、もう手に持って写真を撮ろうとした瞬間にわーってもうテンション上がりすぎて一気に写真の量が増えました。そうなの、大きな差だね。もうすごいよマジで。もうなんか13とか使ってる人は元からすごいと思うけど、10とか9とか8とか使ってる人、14にしたらマジでうわーってなる。だから14にする人は一緒に14のレッドにしましょう色指定。赤色マジ可愛いよ、発色良くて。画素数わからん、どういうやつなんやろ。時間の過ごせ、確かに今はあの前まで使ってた10で配信してるんですけど、そう赤色かわいい。ケースにこだわりはある。もともとドンキであの14が届く前にあの周りが黒い透明のやつ、周りが黒くてこのここの部分は透明のやつを買ってたんですけど、それ使ってたんやけど、この前の大塚の時にドンキ行ったらこれが売ってて買いました。またそう、赤井さん食べてありがとう。スマホケース先に買うタイプ、いやなんか予約してあの届いたんで、あのいつでも迎えようと思って。さっき今いる、嘘、これ売ってるよ。あ間違えた、これめちゃめちゃいいよ。なんかさあのたくさんしました。なんだっけ、ピンク、でもあのなんかピンクとグレーっぽいやつが売ってて、なんか元々の携帯が赤色やから見えるんやったらピンクの方が合うなと思ってピンクにしたの。でもさなんか布団カバーをね冬用で買ったのね。でもうなんかなんだろう、寝る場所って基本なんだろう、人生の中でさすごい埋め尽くされるじゃん。だから可愛くしたくって、よく食えなんだよ布団カバーとかピンクにしちゃうんだけど、ピンクにしたまたピンクにしたの。一瞬グレーにしようと思ったんだけどピンクにしちゃいました。だから自分ピンク好きなのかなってちょっとさ思っちゃったぐらい。でもなんかこれには理由があって、いやロフトベッドはもう卒業してロフトベッドじゃなくなったんですけど、あの女の子らしい家にしようと思ってフランフランで初めてベッドカバーを買ったの。すっごいね一目惚れした布団カバーがあってリボンがついてて、そう手枕カバーと布団と敷きと揃えて買って可愛くなりました。まあ中身入れてないけどさ、
前もフラフランのクッションカバーあったんやけど、別でこんなのも買った。まだ入れてない中に。もっと最近の出来事。そうなんです。地雷犬近づいていらっしゃる。なことない。みどりんさん、モンブランありがとう。てつさん、ハートありがとう。布団はめちゃめちゃ肌触りいい。すごいもこもこ。でもさ、パッツンやからさ、地雷っぽく思うよね、多分。このクッションカバーは、多分ね、グレーとピンクの間ぐらいの色。こんばんは。赤井さん、リンボスターありがとう。レイコさん、フォローしました。ありがとうございました。ありがとうございましたでね。ありがとうございます。ありがとうございます。ようこさんも、たつさんもありがとうございます。ありがとうございます。間違えちゃった。じゃあ、もうそろそろ終わろうかなと思うんですけれども。また、配信します。みどりんさん、ぶどうありがとう。そろそろ終わっちゃうよ。30分経っちゃった。晩ご飯食べてないんだよね。何食べようかめっちゃ迷い中。クリニャンルームめっちゃ久しぶりに。お、いらっしゃいまし。クリニャンも久しぶりに配信できて偶然やな。パスタいいね。足は大丈夫。ひろちさん、ケーキありがとう。ケーキ食べたい。でもね、そのモンブラン食べたから、なんか最近ケーキ食べたいなと思ってたから、すごいね、嬉しかった。足しびれとかではないよ。すぐしびれちゃうから。くいな。ひろっちさん、モンブランありがとう。え、ボングさん、なにこれ、かわいい。ワンちゃん、猫かな、猫ちゃん、猫ちゃんのケーキ食べちゃおう。ありがとうございます。ボングさん、モンブランもありがとう。エナピーさんも、リンボースターありがとう。え、これは何？赤井さん、ペンギンのケーキ？なんかこういうの売ってるよね。なんかさ、クリームでできたやつ。かわいい。ありがとうございます。なんかケーキなんやな。なんで？ねえ、タワーね、ありがとうございます。なんでケーキなんやろ？この時期。みどりんさんも、かわいいのありがとうございます。ケーキングさんも、ハートありがとう。秋やからケーキなの？ありがとうございます。ねえ、最近タワーかわいいね。間違いない。ではでは、じゃあもうあれやね、福井と大塚とかお疲れ様でしたのケーキやな。まだ今月は29日があるので、皆さん一緒に楽しみましょう。また配信できるとき配信しまーす。ありがとうございました。ファンクラブ配信も30ぐらいにやろうと思ってるので、
30の何時くらいになるかな。またお知らせするね。洋菓子の日なんだ。ありがとうございました。ではランキングに移ります。13、あ、ちょっと待って、告知めっちゃ流れてたびっくりした。めちゃめちゃ告知の動画、なんか脱毛のやつ流れてたね、 YouTube。 13位、みちまるさんありがとうございます。12位、エレメンツさんありがとうございます。11位、ひろちさんありがとうございます。10位、みーたさんありがとうございます。9位、てつさんありがとうございます。8位、しげちさんありがとうございます。7位、しげちさんありがとうございます。7位、香港のけいけいさんありがとうございます。6位けいさんありがとうございます。5位たけちゃんありがとうございます。4位ぶじゅんべさんありがとうございます。3位ぼんぐさんありがとうございます。2位はやちゃんありがとうございます。1位わかいさんありがとうございます。ありがとうございました。滑舌がありがとうございました。ひろちさんかっこいいな、ありがとう。ありがとう。ボングさんいいねな、ありがとう。おかえさんお疲れ、ボングさんお疲れ、ありがとう、ありがとうございます。ハートもありがとう。皆さん見てくれてありがとうございました。またお会いしましょう。今日も一日お疲れ様でした。YouTube の広告に流れた音楽、脱毛のやつでした。またちょっと、え、自慢放送iPhone 自慢放送、確かに iPhone で持ってかれちゃった。またね、みんな、またお話ししましょう。ありがとうございました。